古文とは、中国古代の文体名。三分の一種。東代、漢有は、儀、進む以来の弁令文を廃して、先進、漢代の文章をモデルとする新しい文体を使用することを提唱し、その文体を古文と名付けた。闘争時代の古文を推進する動きを古文運動と言う。なお、中国古代における三文とは、文学的三文だけでなく、 文章全般について言われた言葉である。義進む以来、文の主流として使われてきた弁礼文は、追久や天候を多用し、事実や論理よりも、修字の技巧や言葉の華麗さなどを追求したため、言語的遊戯に過ぎない、空想な文章が作られることが多かった。このことを、古くは、北州の祖広氏等では、陳祖号をはじめとして、昭英行き、読古及び、 領宿などが批判をしている。中東になり、安史の乱で当時の貴族性を基本とした社会制度が大きく崩壊し、過去出身の官僚勢力が力をつけるようになって、くると貴族主義的な弁令文に変わり、自分たちの思想や主張を表現できる新しい文体が模索されるようになった。関与はこのような状況の中で新しい文体の根拠を古代の文献に求め、 古文と名付けた。この運動は、孔子や孟子の同等を尊ぶ、儒教復興の動きと連動しており、古文を使って表されるものは道であった。関与の古文運動は、幾人かの賛同者を得、そのうち優れた作品を残した者に、竜草原がいる。古文運動は、党の滅亡とともに一旦、下火となった。僧が起こっても初期は、制度的にも、 文化的にも当政を基盤として従ったため、依然として弁礼文が主流であった。創が起こって百年が経ち、知性が安定した人相期になると、再び古文復興運動が盛り上がりを見せるようになる。その代表人物が王洋治であった。彼が家去の試験官となった時、古文で当案を書いた祖職、祖鉄、宗教といった人々を合格させたことにより、以後、 古文が三文の主流となることが決定的となった。闘争の古文運動の担い手で優れた作品を残した八人を闘争八大化と呼ぶ。ここでいう運動とは理論的根拠が存在すること。そしてその理論に基づく作品が存在すること。さらに複数の賛同者がいたということである。真の古文字類さんでは文章を以下の十三類に分けている。 なお8、八、騎士類、十、神明類、十一、小三類、十二、自負類、十三、愛妻類では一部因文が含まれている。論弁類論説問一般。先進書誌百科の書はこれに分類される。論、弁、説、腹など。序罰類辞書や他者の著書に対して、その著作意図などを述べたもの。論説文の一種。上は古くは、 書の最後に付けられたが、文献頃になると冒頭に付けられた。壮大以後には、書の最後に付けられるものは、罰と呼ばれるようになった。葬儀類進化が皇帝に立てまつる上層文。論説文の一種。書、壮、表、書、儀、上書、封じなど。書説類、書は、初心による議論を、説は、口頭による議論を表す。 書には、論書、値書、個体書といった題が付けられる。説は、戦国時代の説客が、諸国の君主に遊説したものを分類する。春秋刺し伝、国語、戦国作、全漢の流教、全縁など。造女類等題、送別会で花向けに、人々が詩を作り合ったが、それを一巻にまとめて、序を付けた。以後、序文だけを作って、人に送る習慣が生まれた。 これを、蔵女という、僧女といった題が付けられる。関与が作った作品が最も多く有名である。欧州祭を送る女など、昇霊類皇帝が進化に下す文。古く、諸教収録の文は多く、これに入る。章のほか、聖、孔、悟る、直、殺、京、霊、劇、何時書きなどがある。捨て上類個人の伝記、伝、行状と題する。 つては、式に、列伝として、個人の伝記が載せられたことに由来し、以後、生死にはその時代に、歴史的な役割を果たした人物の伝記が載せられる、ことになった。行上は、一般的につてよりも詳細に書かれており、つてが他人が書くのに対して、子孫や弟子たちが作った。もともとは、個人の送り名の選定資料であったり、生死のつての参考資料に供されたものであった。 騎種類から記念として、石に刻まれた文のこと。歴史的事件を記念した石文みあるいは、悲鳴、死者の業績をたいた,た母子あるいは、母子名に分かれる。名とは、菱全文のことを指す場合もあるが、特に最後につけられた印文のことを指す。雑記類、木とは、ある事件の顛末などを記したもの。雑記類ではそのうち伝承類、騎士類を除いたものを分類している。 一に刻まれたものもあり、そうでないものも含まれる。関与の相田県進む長壁記、半中縁の竹養老記など、神明類自分あるいは他人を今しめるための信言を収めた文。名は古く青銅器に込まれた金文のことを言い、名文には今しめの言葉が多かったことに由来する。関の祭縁、ザウの名、竜尺、老室の名など、 小三類他人を褒めたたえるための文。自負類自負を分類。主かと三分の中間的な文体。愛妻類者を愛悼しとむらう文。愛児あるいは彩文と題される。通常、陰文である。ありがとうございます。